はい、どうもです、今回は覇王伝を紹介したいと思います。覇王伝とはまた大層の名前をつけたものだと思いますけれど、そうですね、まあ自分ですしやってることですから仮名ですし、登録するつもりもありませんので、好きなように名前をつけて遊んでおります。これはですね、現存は私のところに一つしかないものです。小さな未生内の島からここまでなったものでございます。はい、ちょっと派手なので成長は遅いです。子出しは今までほとんどが幽霊で、まともな子供は取れたことがありませんが、現在の子供2本はなんとかなるかなと思っております。はい、こんな感じの段でございます。なかなか個性があっていいんじゃないかなと思ってはいるんですけど、これもまあ幸い者の欲目というやつかもしれません。評価はですね、こういったものは世の中に出てから評価されるものです。振りを見てもらえると分かると思いますが、天才のちぐらみなしですのでね、その点で美目秀麗ではあろうと思います。小さな未生内からここまで育てたので、他にはどこにもあるわけはありませんので、一っ鉢のものです。そういうのが自慢なんですね。はい。